はい、どうもこんにちは、横川です。今回ですね、もう皆さん大注目だと思うんですけど、ヒルビリーは一体強いのかどうか、これについて、まあ、実際僕何試合かプレイしてきたんで、解説動画やっていこうかなと思います。ということで、まあ早速走り回ってるこのヒルビリーくんなんですけど、もう神アプデが来たと、今ね、まあ、Twitter 等でもうめちゃくちゃ話題になってると思うんですけれども、はい、今テロップ出してると思うんですけど、こんな感じの調整が来ました。でね、この基本能力の変更点というのがあるんですけど、これもう全部ね、ほぼ強化です。で、あの数値書いてあるところだけ、まあ、ざっと読み上げていくんですけど、チェーンソーダッシュの移動速度で、チェーンソーが命中した時のクールダウン、チェーンソーが外れた時のクールダウン、チェーンソーが外れた時のクールダウン中の移動速度、はい。でもその他もろもろ強化入ってるんですけど、これね、マジで使いやすかったです。で、あの、まあ、今回のアプデから登場したこのオーバードライブ、まあ、この動画の中でもこの試合の中でもね、出てくると思うんですけど、このオーバードライブがね、マジでいいんですよね。で、能力、まあ、多分テロップ出せると思うんですけど、オーバードライブ中はチェーンソーがこれ強化されるんですよ。で、チェーンソーダッシュの速度が上がってクールダウンは減少しますと。で、オーバードライブっていうのは20秒間続くんですね。で、オーバードライブ中の基本ステータス、まあ、これもテロップで出ると思うんですけど、チェーンソーのチャージ速度が 5% 増加、チェーンソーダッシュの移動速度が 13m 毎秒に上昇、そしてチェーンソーのクールダウンが 10% 減少といったわけで、マジでね、想像の、2億倍、強かったですよ、ヒルビリー。で、まあ、これからね、ヒルビリーをこう使っていこうかなと、多分悩んでる方たくさんいらっしゃると思うんで、ちょっとね、まあ、初心者目線に立って解説をね、していこうかなと思います。はい。で、まあ、今回、まあ、そうですね、いろいろ試行錯誤して、まあ、構成もね、今後、変えていかなあかんなというところで、これ第1試合目やったんでね、パークはこんな感じにしてますね。じゃあ12時のところから時計回りでいくと、ペンティメント、マインドブレーカー、破滅、闇との対面。はい。パーク構成はこんな感じになってます。で、まぁ、今回の動画通して、ヒルビーのね、強さを皆さんに伝えたいんで、ちょっとね、パークの解説はちょっと端折りますね。で、この動画の後に、まあ、ヒルビリーとの相性のいい構成とかを、紹介はしていこうと思うんですけど、今回は、この強化されたヒルビリーのいいところをね、ちょっと紹介していこうかなというふうに思います。で、これはアドオンなんですけど、このアドオンはですね、初心者の方にめちゃくちゃおすすめなんで、ちょっと触れておきますね。このアドオンの効果、なんですけど、まあ、二つ持っていてるんですけど、まず一つ目は、チェーンソーダッシュを2秒間以上継続させると、ヒルビリー、パンチ負荷になります。チェーンソーダッシュ中。こうやって走るんですけど、これね、右側、ちょっと見てくださいね。これ、パンチ負荷のアイコン、今一瞬だと思うんですけど、この間、これ、無音です。ステインないです。やばすぎます。っていう、アドオン。で、もう一つが、このヒルビリーのチェーンソーって、この脅威範囲外でもブーンと音すると思うんですけど、これ脅威範囲外だと音しませんっていうね、まあその、ヒルビリーの接近にキラーが気づきにくいですよっていう風なアドオンを今回は採用しております。で、これがマジで初心者の方に超おすすめだと思うんで、ちょっとね、覚えておいてほしいなと。多分この機会にヒルビリーやろうかなって言うとめっちゃ増えると思うんですよ。だからこれマジ超絶おすすめしておきます。はい。で、まあ、使っていくわけなんですけどもね。まあ、そうっすね。全体的な基礎能力の向上。そして、特殊状態のオーバードライブが追加されてるんで、もう笑ってもうてるんですけど、弱いわけがないんですよね。で、まあ、チェーンソー一個一個。でね、ちょっとやってみて、気づいたことをちょっと喋っていこうかなと思うんですけど、オーバードライブ、メーターでね、バーって加速していくんですけど、これが、まあ、慣れるまでは、ちょっと難しいかもしれないですね。っていうのも、
あのチェーンソーダッシュをこうバーってしてるときに急にオーバードライブモードになってこうグンと加速しちゃうときとかあるんですよ。でそれがあのプラスに働くことももちろんあるんですけど、慣れんうちはね、だから意図せずちょっとなんか急に速くなったなみたいな、急に速くなってないんですよ。ちゃんと予兆があるんですけど、なんかそこのなんて言ったらいいんかな、まだ慣れてないから、例えば障害物に激突しちゃったりとかっていうのはちょっと増えるかなというふうに思いました。まあそれ以外は正直まあ悪いとこないかなと思いますね。マジで使いやすかったですね。でこの動画の後に紹介すると思うんやけど、あのチェーンソーのね移動速度、まあ、これがチェーンソーのスピードが上昇するアドオン、これはですね昔からヒリビリ愛用してる方はめちゃくちゃ好きなんじゃないかなというふうに思いましたね。まあ、今回は初心者解説というかね、まあ、これからヒルビーどうしようかなとかっていう方に向けての動画なんで、まあ、詳しくは触れないですけど。で、まあ本題入っていこうかなと思うんですけど、まあ、ぶっちゃけこれ初心者の人どうなんかなっていうところなんですけど、ちょっとね、あの初心者キラーさんには難しいかもしれませんね。はい。何が難しいかっていうと、もうシンプルにここ見といてくださいね。これ、まあ、途中でねオーバードライブして加速したんで、これサバイバーが目測誤ってダウン取れたっていうし、まあ、こういうのもね結構増えてきます。はい、ちょっと話戻すんですけど、やっぱりねチェーンソーの扱いがねあのめちゃくちゃ難しいなっていうふうに思いました。でねどうですかね、まずはあのまあ僕もそうなんですけど、僕普段あのヒリビリ使わないんですけど、まあいいですかね。まあいい。ここでチェーンソー何吹かしたら間に合うとか間に合わへんとかっていうのはもうほんまに体感で覚えるしかないと思うんですよね。その感覚みたいなもんは。で結局リージョンの、まあ、狂乱のタイミングも多分まあ動画なんだと思うんですけど、あれも経験じゃないですか。このタイミングが狂乱つなげるとか、このタイミングで狂乱切った方がいいとか、この距離感やと終えるとかね、みたいな感じで、そのここやとこうしたらいいみたいなんてほんまに経験で語るところが多いと思うんでね、まあそのチェーンソーの感覚的なもんはもうやって慣れてもらうしかないかなっていうふうに思うんですけど、あえてね一個言っておくんだったら若干下気味の方がいいかな。サバイバーに張り付いた際にちょっと視点をね下に下げてもらう方があのワンパン決めやすいかなっていうふうに僕は思います。なんか上向いてると上当てにくいかな。やや下目に構えてる方が当てやすいですね。多分そのシーンあると思うんですけど、気持ち下目で構えてもらう方が当てやすいかなっていうふうに思います。でもねほんまにちょっと悪魔的ですね。シンプルにあのチェーンソーの回転率も上がってるんで、まあ、巡回としても使えるし、もちろんワンパンですからねチェーンソーは、まあ、弱いわけないかなっていうふうに正直思います。ただまあこの試合見てもらってもそうなんですけど、やっぱりそのまやかしあった方がいいかなっていう盤面は目立ちましたね。パークのことはまあ、今回あまり触れませんけど、まあ、初心者の方であればそのまやかしを持っていってもらう方がええんちゃうかなっていうふうに思いました。僕はたぶんまやかしある方がね立ち回りやすいと思います。まあ、もちろんその各々のねレート台によってサバイバーのそのチェイスの質とかね、まあ、レベルタイムも多分変わってくると思うんですけど、まあ、まやかしある方が、今のデッドハートめっちゃうまかったですね。まやかしある方が、まあ、どのレート帯でも安定して、できるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、僕から言えるとこはまあそんな感じかな。パークとかのアドバイスはね。でアドオンはマジでこれがおすすめかな、初心者さん。ちょっとねクールダウンが短くなるとかね、そういったその能力のこう助長するようなアドオンでもいいんですけど、まあ、初心者の方がパッと持っていってあのめちゃくちゃ強いパワー感出せるって言ったら、まあ、このベリーア2つかなって僕は思いましたね。まあ、これはもう正直誰が使っても強いんでね、感じかな。
で僕がちょっと意外やったんが、まあ、貞子をちょっと何比較で出すんですけど、貞子もやってみたんですけど、貞子ね、お世辞にも強いとは言えなかったんですよ。で貞子がなぜあんな感じに、まあ、言ったらめちゃくちゃ弱い感じの調整になっちゃったのに、これ当たったかと思いました。なんでヒルビリーはこんなにめちゃくちゃ使いやすい状態で、運営側がオッケー出したんかなってめっちゃ不思議やったんですよね。これはほんまに謎ですね。まあキラーが好きな身からすると、まあこれはありがたいかなっていうふうに思うんですけど、ちょっと謎でしたね。まあ今回のアップデートで一番びっくりしたんが、あのヒルビリーがあのちゃんとめちゃくちゃ強化された状態で実装されたことですかね。これもちょっとなんで当たらへんかったよみたいな感じだったけど、あとこれねベータテスト、僕もあの PTB の段階で動画化したと思うんですけど、この視野角あのが広がってるのもね、あのヒリビリやりやすいかなというふうに思いました。この人チェイスうまかったっすね。うまいっすね。ただやっぱりね、まやかしある方が安定するかなって思うな。まあ、皆さんのね、おすすめのパーク構成とかあれば教えてください。これ、ここですね。ちょっと下気味で構えてあげることで、サバイバーが左右にね、体を振ってきたとしても、あんな感じで対応しやすいですね。これもちょっとミスりましたね。まあ、ヒルビリーの、で、ここチェーンソーできました。ちょっと2回連続でね、サバイバーと近い状態でのチェーンソー見てもらったんですけど、あんな感じに張り付いて、ちょっと下気味で、あのチェーンソーをね、チャージしながら、ここやっていうところで振ってもらう方が当てやすいかなと思います。で、残り1人。これね、もうチェーンソーにこだわってますね。チェーンソーでワンパン取ったろうと思って。で、デッドハート振ってきて、で、これなぜかミスるっていうね。これ普通に殴ってればね、デッドハート見て、もう全然、GG 盤面やったんですけど、生きてチェーンソーで行こうとして、沼ってます。ほんで、ヒルビリーの、評価なんですけど、僕は、A、B、C、D、で、マックスが S やとしたら、まあ、今回の調整を経て、まあ、ポテンシャル、てかまあ、最大限に、まあ、力を発揮したとしたら、A かなと思います。正直、前までは、そうですね、まあ、C、B 寄りの C、C ぐらいかなっていう風に、思ってたんですけど、もう100分は一見にしかずというかね、実際僕もアップデート何試合ぐらいやったかな、まあ、6試合、7試合ぐらいかな、やってみて、てかまあ、その同時期に調整が入ったのが貞子やったんで、2キャラの試合を自分の中で見比べてみたというか、もうやってみたらわかるじゃないですか。マジでね、ヒルビリは使いやすいなってほんまに思いました。逆に、貞子はめっちゃ弱く感じましたね。その貞子の、そのパワー感があるから、その余計にヒルビリが強く感じましたね。まあ、巡回力もあるし、で、ワンパン性能もあるし、で、まあ動画では触れなかったですけど、テロップレイは出してるかな。判定がですね、これチェーンソーのダッシュ中の判定。これがですね、小さくなってるんですよ。つまり、障害物に激突しづらくなってるんですよ。といった矢先に、まあ、ぶつかっちゃったんですけど、まあ、これは、こういう衝突じゃなくて、なんて言ったらいいんかな。こう、バーって走ってる時の当たり判定って言ったらいいんかな。例えば、
なんだろう、この岩とかがあって、うわこの板に岩に引っかかんのかみたいな、ああいうのがね前よりなくなってます。これは間違いないですみたいな感じかな。あとはその操作感度、コントローラーの操作感度設定と切り離しましたとか、基本の操作感度はコントローラーの操作感度の 100% に設定してありますとかみたいな感じで、そのコントローラーでゲームしてはる方にもね、まあ心配り、まあ気遣いというか、まあそういったところもありますんで、まあめちゃくちゃいい調整かなと思います。これが今オーバードライブ状態ですね。あのゲージがね、あの左下、これが赤くなってる時がオーバードライブかな。めっちゃ速いでしょ。まあ視野角103なんでね、余計に速く感じると思うんですけども、まあ、使ってて爽快感えぐいですね。やっぱりワンパンありますしね。サバイバーからしたらめちゃくちゃプレッシャーやと思うし、やっぱ魅力っすね、ワンパンっていうのが。僕ね、まあ、リージョンとかハントレスとか、あんまりその、いろんなキラーにハマったりとかしないんですけど、このヒルビーに関しては、ちょっと練習したいなというか、あの普通にヒルビーで遊んでみたいなっていう欲は、めちゃくちゃ湧きましたね。めったにそんなこと思わないんで、やっぱり、それぐらい魅力的になってるのかなと。で、まあ、最後はワンパンという感じで。はい。まあ、そんな感じかな。まあ、極力皆さんに、このアプデコのヒルビーの良さをね、伝えようと思って、喋ってみてはいたんですが、なんか質問等あれば、コメント欄の方でね、募集しておりますんで、ぜひ、気軽にコメントしてください。そして、皆さんのおすすめのアドオンであったりとか、おすすめのパーク構成、あればね、ぜひ、コメント欄の方で、お待ちしておりますので、よかったらよろしくお願いします。はい。ということで、ヒルビリーのアプデ後の初見プレイ動画でした。